はい、こんにちは。タカラトクトです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。さあ、ちょっと速報的な形でお送りしていきたいんですけれども、仮想通貨のね、ファクトム、皆さんご存知ですよね。仮想通貨関連企業ファクトムがですね、なんと米国防総省を含む連邦政府に向けたブロックチェーンサービス提供発表ということで、なぬっていう感じなんですけれども、実際のところね、そのファクトム自体はね、過去に買ったことはあるんですけど、今、僕はね、持っていない状況ではあります。実際そのファクトムがですね、米国防総省、ね、いわゆるペンタゴンですね。はい。立派な五角形がありますけれど、ペンタゴン。米国防総省へね、サービスを提供すると。で、データセキュリティなどに特化した、ブロックチェーンプロジェクトファクトムは、日本時間6日ですね、連邦政府のコントラクター企業 SPA と、提携して、米国防総省を含む連邦政府の省庁に向けてブロックチェーンの利用サービスを提供するということで公式に発表したということですね。まあ、これ多分飛ばし記事っぽくはない感じなんですけれども、まあ、実際ファクトムはですね、去年11月にですね、ビットコインが、急激に下落したことがあったんですけれども、だいたい、11月15日から17日ですね、ビットコイン建てでだいたい、47% 以上の、実は高騰を見せているんですよ。その時期っていうのはですね、ビットコインがですね、下がって、なんすかね、すごく嫌な試合だったんですけど、ファクトムだけめちゃくちゃ元気だった頃があったじゃないですか。その時にはですね、ナスダックの上場企業の子会社とのね、提携が発表されたということで、一つ投資先として、かなり注目集まった、部分があるんですけれども、まあ、実際のところその後もね、ファクトもそんなに勢いは衰えてないっていう感じだったんですけれども、まあ、今回ですね、その発表を受けて、じゃあ実際チャートの方どうなのかっていうとですね、まあいよいよやっぱちょっとね、買いが始まってる感じがするんですね。まあここに飛び乗るかどうかっていうのは僕は今ちょっと慎重にというかあまり時間もないので、考えてるわけなんですけれども、まあアメリカのね、国防総省、ね、ペンタゴンっていうともう映画なんかでお馴染みですけれども、まあそういったまあ関係する連邦政府がね、ファクトムのシステムを使うということは、まあ僕なんかよりね、全然情報早い人たちっていうのもすでにもう仕込んでる状況だと思うんですね。はい。で、ね、この前髭がちょっと見られるように、ちょっと攻防が少し見え隠れするんですが、このあたりですね、18時15分あたりのこの伸びがちょっと気になりますね。この後に続いてますので、まあ、この後価格が大きく動く可能性は高いですね。まあ、実際のところね、ちゃんと公式で発表してるんですよ。米国防総省含む連邦政府の省庁によるブロックチェーン利用のね、アクセスを拡大することとなったということで。まあ、これがね、どういった、影響を生むかっていうのはまだわからないんですよ。アメリカにとってのどういった利益を生み出すか。そこのあたりのね、部分も読み解いていかないといけないんですけど、まあ、ちょっと速報という形なので、僕もね、さらっと記事を読んだだけなんですけれども、まあ、実際ファクトム社はブロックチェーンのサービスを提供する主要企業で、国防総省や、国土安全省などと連携することにより、国防産業に、特化し成長することが見込めるということですね。まあ、ちなみにアメリカ政府っていうのはね、ブロックチェーンの利用に関してはですね、昔から関心を持っていたわけなんですけれども、まあ、実際のところその、まあ、ジキャッシュとかモネロが犯罪行為に利用された場合、その犯罪の、ね、捜査とか分析に活用できるかに興味を、ね、示していたと。はい。例えば悪いですけれども、いい警察官と悪い警察官がいるわけなんですよ。警察官っていうと、いいことをする。ね、国民を守る、市民を守る、いいことをする人っていうイメージですけど、まあ、その中にもね、いい人と悪い人がやっぱいるわけで、仮想通貨もですね、やはり良し悪しがあるわけなんですよね。本当に役立つ仮想通貨、もあります。そっちの方がたくさんあるんですけれども、まあ、ただ、ね、ICO で資金を集めるだけの、仮想通貨っていうのもあったりとかやっぱしますから、まあ、でもそういった部分も含めてですね、そのファクトムを利用するときに、利用することでね、犯罪の捜査とか分析にね、活用できないかという部分もね、アメリカ政府は、模索していたというわけなんですね。はい。ですので、まあ、このあたりちょっと動画の方にですね、URL 貼っておきますので、ぜひ、見ておいてください。まあ、実際、連邦政府がですね、どのようにブロックチェーンを取り組むかは、未だ定かではないが、経済主要国の米国がね、この業界との関わりは注目されていると言えるということですので、
まあ、今後のね、ファクトムの動き、やっぱ目が離せない感じですね。持っとけばよかったな。売っちゃったんですよね。コインチェック銘柄。はい。まあまあ、それはいいとしてね。はい。まあ一応、判断材料として、一個で、ね、参考にしてもらえればなと思います。もし、これから高騰が上がる、あるとすればですね、今も15分足で見ていますけれども、4時間足で見ております。年明けのね、1月にも急騰しておりまして、まあ、その後調整が入って、まあ、現在レンジ相場が続いていたんですけれども、まあ、今この時点ですね、2月6日の時点ですけれども、まあ、大きなね、伸びっていうのは確認されないんですけれども、まあ、実際今回のね、動画で、まあ、投資しましょう。一気にね、買っちゃいましょうという、そういった煽る系の動画ではないんですけれども、まあ、一つ大きな流れがちょっと来るのかもしれないというところですので、まあ、最終的な判断はね、動画を見ているそのあなたにお任せいたしますので、まあ、このあたりは、慎重に情報をね、確実に、ご自身で取ってから、投資の判断をされてください。さあ、まあね、僕もファクトを持ってたんですけどね、だいぶ前に手放しちゃいまして、まあ、もったいないなっていうところですけれども、まあまあ、それはね、全然自分で決めたことですので、いいと思います。さあ、仮想通貨市場ね、いろんな、材料、好材料ね、来てるんですけれどもね、まだ、どういった風に流れていくか、わかりません。ですので、自分自身のね、スキルですとか、まあ、そういった、稼ぐためのね、ノウハウっていうのも、僕の方でね、コンサルなど行っておりますので、興味のある方は、ね、ぜひ、LINE アットなどね、ご連絡いただければと思います。さあ、共に資産構築のために頑張ってまいりましょう。本日も動画をご覧いただきありがとうございました。